はい、今日はですね、この明治神宮からいただいたお下がりのお酒と、あとこの春日大社からいただいたお下がりのお酒を飲みたいと思います。お下がり、何のお下がりですか？明治神宮からのお下がり。素晴らしい、うん、から春日大社からのお下がり。お下がりってどういうことですか？神様に一回あげて、それをいただくと。で、それを飲ませていただくと。そう、パワーをみんなで分けようじゃないかということですよ。で、今日これ全部飲み切ったら徳島行きます。徳島行く？徳島行きます仕事で。じゃあまずは、絶対無理やん。え？絶対無理やん。まずはこの、じゃあ明治神宮から行こうか。まずはじゃあ明治神宮から行こう。はい、富田さん来ました。はい、お邪魔しております。噛んだね、今噛みました。はい、ということで行きますか、とりあえず一回。はい、バイト、お疲れ様です。お疲れ様です。田中敦之でーす。そうですね。わけわからないところでドンって増えますよね。誰かが持ってなかった。マサさんが14時ぐらいに来るって言ってます。あ、本当に？はい。もう入んないな、マサ来ると思う。マサさん。です。あの、マサさん、お酒飲めないから。うん。円盤ないじゃん、マサ。あの狂言ラウンジでさ、前説やって、うん、俺もともとそのマサさんと仲良くてのご縁で狂言ラウンジで前説をやらせてもらいます。人と話すと目見えた。前世が魚だったもんで、こめかみについております。すいません。じゃあそれ。一本行きました。一生、一生行きました。とりあえず一生です。はい、次は春日大社のお酒を、大社のお酒をいただきます。はい、リュウちゃん来ました。これは何ですか？リュウちゃん来ました。こんにちは。太田さんです。いただきます。いやもうボロボロや。もう暑いね、ほんとに。はい、円盤ライダーのマサです。よいしょ、お邪魔してます。いただいてます。飲めないです。照明が開きまして、3照明スタートです。マサかわいい、かわいい、あらちゃんかわいい、あらちゃんかわいい。厚焼き稽古不足やな。仮面ライダーバスターの生島祐希くんです。一刀両断。はい、帰れ帰れ。ひどい。なんて扱いなんだ。今日はありがとうございました。参加いただいて貴重なね。またみんなで飲みましょうね。はい、よろしくお願いします。気をつけて帰るんだよ。もうこれで今年の残りは頑張れると思うんですよね。そうですよ。お酒飲むんで。そうですよ。パワー、パワーみなぎりですかね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。生島くんです。ありがとうございました。お前じゃ、お前、お前邪魔や。尺八奏者の中村正樹くんです。中村正樹です。はい、ありがとうございます。いや、ピロピ、ピロピロじゃないんですよ。ね。ナリさん、ちょっと大丈夫ですか？大丈夫だよ。通常通りだから。本当に、うん、通常がこれっていうことですか？通常が通り、これ。パパ、起きて。パパ、今日は楽しかったよ。うん。いいこと、いいこと。なん、どんぐらい飲んだんですか？今日はだから、あの3升プラス、どれぐらい飲んだ？
僕は4勝1、2、3、4、5、6、7本はいてますね。4合瓶が7だから、4.7 勝はきました。いや飲みすぎや。明日は休みですか？明日徳島です。すいません、これからラジっていきますからね。徳島私は今抜いてますよ。お酒ないです。明日も頑張りましょう。頑張ります。誰車乗せてくれる？大丈夫、積んで帰るから。積んでくれたら俺もいいよ。ゴルフバッグ忘れないで。あ、ゴルフバッグ忘れないでね。ゴルフバッグはちょっと重いですけど。富田さんごめん、あの下に浴衣があんだけどさ。はい。浴衣入れなきゃいけないんだ。もしあるやつだ。3本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、結局この3章で終わる予定が、はい、こんだけ差し入れで増えて、いやー飲んだね。飲みましたね。なんか一回ズーンってなって、ズーンってどっかのタイミングで復活しましたもんね。暑い時もずっと寝てたもんな、うん、ところどころな。撮っとるよ。撮ってるんすか。いやー畜生やね。いやー飲んだ飲んだ飲んだね飲んだね。いやー飲んだ飲んだ。舞台の制作をしてくれている松本さんです。松本ちゃんだ、松本さんです。でこの3人で今から行きます。徳島に行きますけれども、大戸さんはお酒飲んでないですね。はい、あの変ですけどシラフですね。ってことで今日はこの3人で今から振動地だね、徳島に寝とるやんかもう。下見に行きます。はい、ということで今から徳島に向かいます。運転は大戸さんが。この車初めてかもしれない。気をつけないと。